はい、良い風景です。ニヒロ機構の、B11F やってまいりましょう。探索を続行いたしますよ。で、まずこの右の、こいつを動かした方がいいな。おーし。これで先に行けるか？先に行けるかな？待て、何もない。ちょっと待て。待て、これダメだ。これをやり直して、はぁ、あ、はぁはぁ、なるほどね。これは最初に動かしちゃダメなんだな。ここなんか左下になんかあるみたいなんで、ちょっと行ってみましょう。こいつらか。マハラギオン。よし。敵じゃないな。なんかアマラ深海の方が敵が強いな。アマラ深海懐かしいですね。早く続き行ってみたいんですけどね。ああ、なるほどね。これで、さっきの右上の、やつを動かせばいいんだな。マハラギオン。サクサク行きますよ。まあ、この辺の連中はもう大したことないな。よし、これでいけるか。よし、いけるいける。で、なんか、右上のブロックに何かありますね。これはまだ動かさなくていいだろう。はしご。この下に、おっと、ちょっと待て。待てよ、この階層でまだやり残したことがあるか、もしかして。これ動かしてみるか。ああ、ナイスだ。やっぱりそういうことか。じゃあ、やっぱこの階層に何かいるんだな。で、キーラがあるわけだ。あと2つ手に入れないといけないわけなんだから。マハラギオンで、で、マハザンマで。これで倒せるはず。サクサクいきますよー。おー、よし、そこまでです。まあ、今更こっちには負けないと思うけども。あー、攻撃回数増やすのか、やっぱり。やか。しょうもねえの呼んだな。魔法銃はブロックしてます。じゃあ、まあ、気合いかけとくか。まあ、そんな必要もないような気がするけれども。ちょっと待って。一応、テトラジャかけとこう。確かね、あの、エリゴールって、なんかあの、ムドを使ってくるんですよ。アマラ深海でやられたことがありますが。もう、倒せるだろう。めんどくせえ。あ、やっぱり。うわぁ、怖えぇ。一応もう一回かけとくか。デトラジャー。やっぱり魔法使った方がいいか。あいつ物理耐性あるみたいなんだよな。よし。分かれ道か。まずはこの左を見てみよう。何もない。なんか漏れてますね。じゃあこうしよう。マカガジャかけて、ネギドラ。よし。あ、でも、まあいいか。これが一番簡単かな。
これが一番楽ちんに倒せるな。バラ箱、ディスクローズ。ここは？人がいる。我々ニヒロ機構が目指す世界は静寂な世界。大いなる宇宙と一つになり、またその一部となって個性という衣を脱ぎ捨てた世界。そこには子が子であるゆえの苦しみなどございません。氷川司令は素晴らしい。あー、なるほどね。子が子であるゆえの苦しみがない。それって死んでるのと一緒じゃねえか。なんかそういう気がするが。あ、ターミナルがあるな。いいか、とりあえずいいか。この辺探索してセーブして、終わるって感じかな、もしかして。何もない。まだ時間十分ありますからね。なんか、ちょっと変なところ切っちゃってもね。おっと、好転。運の子。じゃあこの連中は、マハラギオンの、マハザンマで。まあ問題なしだな。見つけましたよ。おー、エリゴール。そこまでです。なんかボスエリゴールって結構強いんだよな、これ。また仲間呼ぶ気か。インキュバス。おお、やめてくれ。じゃあ、刀剣使ってみるか。食らえ。お、弱点か。じゃあ、テトラジャかけて、保険です。マハザンマ。スライムは次に回して通常攻撃。マハラギオン。あとは殴って。インキュバスか。旗か。待て、こいつはマハラギオンか。あ、マハザンマが弱点か。この奥か。こっちがセーブポイントだから、ターミナルはいいか、とりあえず。で、なんか道、行くところは結構あるな。マハラギオン。マハザンマ、これ最強のコンボだな、これ。ここはいけるか。あ、違うか。これ扉じゃないんか。ってことはこっちか。違う、これも扉じゃない。これが扉か。紛らわしい。ディスパライズ。ああ、死念体がいる。まあ、こいつも同じようにやれば楽勝でしょう。サクサクいくぜ。氷川様だけでなく、我々には人間の御子様もおります。ニヒロ機構は創生に向けて、もはや盤石なのです。だからあなたのような輩がいくら騒ごうと我々は動じません。まあ我々の目指す静寂な世界にそもそも感情など不要ですが。やっぱり意見つかん連中だな。行くところは結構あるな。まずはこっち行ってみるか。あー、ちょっとここ、あれか、ターミナルか。マハラギオン。なんかパーティー強化しすぎちゃったかな、もしかして。おっと。こいつらは、ちょっと待って。あれは、あ、そっか。こいつらはザーマが効かないから、通常攻撃で倒していきますか。
あ、ちょっと、あ、いいか。花木をもう一回使おう。よし。おー、敵多いな。なんだこれ。うわー、しかも、バックアタックか。うわー、先手取れると一気にやばいな。あ、しかも弱点か。うわー、やばい。ちょっと待て。このターンで決着をつける他ないな。でもまあ、これで十分いけるはずなんだけども。おーし。やっぱり先手取られるとやばいな。ここはなんだ。なんか、扉がいっぱいある。しかもエンカウント率が高い。マハラギオン。あ、マカカジャーでネギダルの方が良かったかな。まあいいか。それを倒せるか。よし。お、なんか赤いぞ。ちょっと待て。ちょっと待てよ。もしかして、切った方がいいかな。時間があんまりないんですよね。あ、やっぱりそうだ。扉の先から強い勇気を感じる。中に入りますか。ちょっと待って、家にしておこう。ここで一旦、切りたいと思います。なんか、変なところで時間かかっちゃうかもしれないんで。っていうわけです。ご視聴ありがとうございました。